こんばんは、山城と申します。おはようございますかな。いや、すごい時間に投稿してますね。これ、朝の5時？朝の5時に投稿してるの？こんな時間にリアタイで見てる人がいるのとなのか、いい加減になんかリマインダーか、えらい時間になって、クレームが来そうな時間ですけど、ごめんなさいね。キリがないんでね、どんどんやっていこうってことでね、1時間ごとにやるプロとしてますんでね。さあ、今日はね、前回1号館見たってことで、その中でね、四日市店とね、通のね、江戸橋店か、惣菜は対象外ですよ、みたいな話をしてましたけど、そのね、江戸橋か、味をしたのかどうかは、ちょっとわからないですけど、四日市店はね、味をしっていうテナントさんが入ってまして、そんな味をしさんをね、見ていこうと思います。昔はね、小牧店って言って、愛知県の小牧じゃなくて、あっちのね、上海老の方にある、1号館の小牧店とか、あと味をしさんっていうと、鴻宮の金銭に入っとったんって味をしさんでしたっけ？確か、稲沢市ね、愛知県稲沢市の鴻宮の、金末に、あそこは直営のデリカと、あれ、直営のデリカと一緒に味をしか入ってるんだったっけ？あれ、マルチューが入ってたんだったっけ？だから、まあ、結構あちこちにね、実は、あったんですよ。あとはね、どこだったっけ？三重団地の中じゃなくて、三重団地の近くの、三重団地から下降りてったところら辺にあった、あれは山の石か。山の石器の、1号館とかも確か味よしだったんですけど、だんだんとね、直営化がどんどんと進んでまして、味よしさん店舗が減ってまして、1号館の直営だと、パッと知ってるのはその4日時点。通のところもそうなのかなっていうところなんでね、っていうところなんですけど、その味よしさんね、カタログというか、チラシがね、店頭で配布してましたんでね、ちょいといただいてきました。なかなか魅力的な商品がね。まあ、ここね、もともとお寿司が美味しいところです。あとは、フライ物がね、非常に美味しい。惣菜屋さんとして、非常に低評価があると私は勝手に思ってるんですけど、コロッケとかね、唐揚げとかがね、非常に美味しい、かつもうまいんですよね。まあ、特に、コロッケと唐揚げが特におすすめかなというところなんですけどね。っていうところでね、じゃあ早速ね、商品のね、一覧見ていきましょう。もう何せね、1時間後にはね、次、1時間経ったことで今、本当に出てるってこと、そういうことなんですよね。とっとやらないといけないんで。やっていきます。行きましょう。さあ、ってことでね、見ていきますけどね、こんな感じでドーンとあります。味よしさんってことで。節分の、巻き寿司は、ぜひ当店でご予約をお早めにということで、30日まで予約受付で3日にお渡しができますよということらしいです。この四日市店限定なのかどうかわからないですけど、多分共通メッセージしてるんで、他の味吉さんも多分共通なんだと思います。こんな感じになってますね。ということでね、早速ね、ウィーと、アップしてみてもいい気もするけども、やっぱし、それぞれ撮ってありますね。まあ、見ていきましょう。パッと見ていくとね、こんな感じですよ。よっこいしょ。ちょっとでかくしてるけど、あんまり関係ないかな。まず最初にどんどん、メインで来てるのが、極み海鮮恵方巻きかなっていうのかな、読み方。生サーモンに中落ちマグロを使用したんですね。これはこれは、美味しそうな、マグロ、サーモン、イカ、できとるっていうね、大葉、卵、キュウリっていう感じでね。ザ定番のね、海鮮のところなんですけど、そこまでなんかいろんなね、品目で言うとそのマグロ系とイカサーモンっていう定番のところしっかりと楽しめるような感じしてるので、お値段がね、大体1080円と、そんなに高くないんですよね。っていうところで設定しております。1000円超えると1080円で、これがフラッグシップって感じですね。で、ハーフも用意してあって540円ってことで、実はこれ、ハーフがまんま半分の値段なんで、これは非常にいいですよね。全く同じ値段だったら、ハーフハーフでいろいろと買っても楽しいですしね、っていうこともできるってもいいところかな、というところで。ハーフが500円という感じ。まあ、定番のところをしっかり入れちゃって、中落ちマグロとか使って、かなりですから、多分これね、生サーモンがどういう感じかにもよるんですけど、比較的噛み切りしやすいとか、そういうような感じにね、太巻きとしての食べやすさとかも結構、考えてくれてあるんじゃないかなっていうところら辺もあってっていうところかなっていうところですね。なるほど。うまそうですね。っていうのが一つ目。次が横綱上太巻き。味よし名物になってます。これって多分、一口サイズにカットしたやつが定番で売ってる。あれ、そうですよね。横綱上太巻きですよね。
あれ、横綱巻きだったっけ？もしかしたらそれよりも太いのかな？普段はカットして、売ってるのか。多分それと一緒の具材だと思います。かんぴょう、太玉子、かにかま、きゅうり、ごぼう、いなり揚げに、魚、おぼろってことで。特徴としては、一般的なね、恵方巻きにだいぶ近い、やつになってますけど、ごぼうが入ってるのがあんまりないのかな、恵方巻きだと。まあ、恵方巻きじゃないですかね。横綱巻きですんでね。で、かにかまとかが入ってると、あと、いなり揚げが入ってるのもこれの特徴ですね。そう、いなり揚げが入ってるから、多分定番で売ってるのと一緒だと思うんですけどね。っていうのがあります。これまたね、美味しい、感じですね。843円ってことで。恵方巻きの上位互換って感じですね。真髄な。がありますよってことですね。これは1本売りみたいです。843円となっておりますよ。ということですね。次が、たっぷり生サーモンとエビの贅沢巻きとかね、サーモン、エビサーモンも、ザ定番な、これですね。生サーモン、エビ、カニカマ、卵、レタス、キュウリ、マヨネーズってことで、まあ、まずいはずがない。たぶん、結構、食べ合わせとかは、ああいうとね、エビ、カニカマがね、入っておるんで、そこのところとかも、まあ、相性のいいところがしっかりと合わせてきてるなって感じですね。で、生サーモンがたっぷり入ってますよってことで、それで1080円ってことでね。うん、なんですよね。で、ハーフも500円。まあ、これもしっかりとハーフ、そのままバチッと半分ということで。これは非常にいいですよね。っていうことでございます。なるほどな。ハーフ、まあ、ってこの中身ということでございますね。で、次が、巻き寿司ハーフ3本セットってことで、これハーフの3本セットですね。であります。横張り3本セットで、ハーフですね。これ、フルが多分18センチなんだと思います。巻きでしてるんで、多分18センチになってると思います。で、こっちでハーフが9センチだと思います。ちょっと、この辺りとかね、ちょっと記載がないんで、多分になりますけどね。っていうところになります。まあ、多分それくらいの規格のやつで作ってると思います。多分、正確に確認。手作りでやってるところはね、ちょっとね、ズレが出た時とかね、いわゆる、刑法違反とかになってしまうとかって言ってね、うるさいもんでね、実際に書くとね、実際本当にピタのそれにしないと、それより1ミリもちっちゃかったりするとね、フレーム入ったりとか、そういう、素敵なプロの皆さんがね、いらっしゃったりするときありますんでね、まあ、めんどくさいって言ったらダメなんですけど、そういうようなね、熱心な方もいらっしゃるんですよ、本当に。そういう団体さんっていうケースもあります。団体でね、要は、市民の命みたいな感じでね、市民の、なんて言ったらいいの、まあ、団体、市民団体でそういうふうに、実際に、形とってやってるところもありますね。名前出しちゃっていいのか、名前出す、一応出さないようにしとこうか。あります、あるんですけど、っていうようなところで、要は、ね、嘘ついたって分かりにくいところじゃないですか。そのね、2、3センチとかね、ちょっとちっちゃくしとったって、そんなに分からんじゃないですか。18センチって言うと、16センチって言われてもね、パッと見たら、これ2センチ小さいなんて、なかなか、パッと見ではね、分かりにくいところなんで、そういうところとかをちゃんと測って、ちゃんと本当に表記通りにやってるのか、使ってるものにね、その質を整えないのかとかっていうのをね、チェックする、して、その市民活動としてね、やってる方とかもいらっしゃるわけですよね。それじゃなくても、本当個人的にね、そういうのをね、ちゃんとやってるんじゃないか、いわゆる、失踪警察とかよくあるじゃないですか、ポリコレとか、言うたりとかあるじゃないですか、ああいうような感じで、実際に本当に回ってるね、方とかね、本当いらっしゃるんですよね。業界で、接客業とかやってるとね、いるもんやなっていうのがあったりするもんなんですよ。っていうのもあるんで、そういうのも書かないようにするっていうのも一つ、まあ、防衛策としてはありはありなんですよね。っていうのがあります。で、まあ、多分それぐらいなんだと思います。で、いうところに行くと、多分10センチのやつが3本ってことだと思います。ハーフ3本で、これは、ここだと節分巻きって言って、ザっていう感じのがありますね。カンプー、卵、キュウリ、カニカマ、桜、おぼろと。いう感じで入っておるところのがあったりとか、あとは海鮮七福巻きっていうと海鮮のやつが入ってて、イカサムネギとタモキを入れた桜おぼろと。桜おぼろって書いてあったし、桜でんぷのね、あれも、桜っていうのを入れるのもあれですね。やっぱこっちの方だけなんかな、っていうのがありますね。あとは、中落ちマグロ巻きっていうとこで、中落ちマグロですね。ネギトロのやつ。これ面白いんですかね。全部普通トロだから、これ3本でもちょうどいい気もするんだよな。っていう感じのハーフの3本セットがありますよ、というところですね。1080円。あれは3本で1080円だ。1本300円計算だから、330円計算ですからいいですよね。っていうのがあります。あとはマグロ尽くし巻き。これいいな。
もうマグロ好きなんでね、結局これが勝つ気がするんだよな。マグロネギとキュウリとかで754円とかで、もうマグロ好きなこれっていうね。1本で754円だったら、マグロ好きだったらこういう時食べたいって言ってることがありますね。マグロとネギと両方入っとるんでね、しっかりと、ジューシー感もあっていいんじゃないかなっていうところでございますね。で、あとはツナサラダ巻き、お子様、女性に大人気ってこれ594円の、例えばツナマヨですね、ツナマヨネーズ、レタス、卵、キュウリカニカマっていう、ライトなね、やつですね、若い方とか向けるのはやっぱこういうね、マヨネーズ、ツナマヨとか、やっぱこのあたりはね、いいですからね、594円、お値段もね、リーズナブルになってますよというところで、もう一つは、あとはカツってことで、ね、試験カツってことで、まあ、試験生のね、いるお子さんとか、これどうですかって、まあ、学生さんだったらこういうガッツリしたのいいですしね、これもね、ヒレカツにレタス、キャベツ、ソース、マヨね、先言ったように、ここのお店ってカツうまいんで、フライものがね、非常にね、美味しい、ところなんですよ。ですのでね、そのカツなんでね、実はこれを、カツ界の中ではかなりおすすめです。しかも値段も646円、カツで1本乗るので、サイズにしてはお値段お安くなってるんで、ありじゃないかなということです。まあ、これでね、受験に勝てるんだったらいいんじゃないでしょうか。ということでね、まあ、最近資格試験大惨敗した人間が言うのも何なんですけどっていうところなんですけど、こういうのもありますよということでございますね。比較にはいいですね。まあ、うちは、今年はね、受験生応援企画でできなかったんだよね。次の年はね、まあ、もしね、周りでね、また出たらね、前回、違うわ、前回も、あれだ、後付けですもんね。とりあえずやってみようって言って、受験生応援企画でね、やってみたら、ちょうどね、その後コラボした子が受験生で、それでね、受験をやっと渡すっていうね、君のためにみたいな感じでやってましたけど、全然、あれですけどね、たまたま続けてね、買っといて、誰か受験生いるかなと思ったら、たまたま、ね、そういう形だったんでね。しかも、あれ、3人、私3人とも、全員第一志望合格してるんでね、今のところね、うちのところ志望校100%達成してますからね。地味にあれなんですよ。不足だけじゃなくて、今までもね、結構、勉強してたりした子とかね、結構実績いいんですよ、うち。三重大学いるし、一緒に勉強してたら、筑波大学、明治大学、金沢大学、名古屋大学、三重大学ってのは、もう他にもな、ちょろちょろっていうのは三重大学いるし、一緒にね、勉強したことがあるっていう。まあ、単純に高校でたまたま一緒に勉強を教えて、俺がむしろ教えてくれって、わかんねえよっていうね、聞きにとった相手がね、大体ね、幸いなことにね、頭のね、いい子がね、周りにいっぱいいたんでね、教えてもらった。立命館ね、っていうのもめっちゃ教えてもらった。全然わからんっていうね、どうにもならんなっていうね、あれがあった気が、懐かしいな、元気かな、嬢さん、とかね、あったりしますけどね、リッツとか、ほんとね、まあ、開けてたらいろいろといるわけでございます。だから、何やかんや、それで、ちゃんと勉強してたりしたやつは、実はね、その後で言うんでもね、なんやかんやでね、なんか知らんけどね、ちょっと勉強してたっていうとかっていうのがあったりすることがあったんですよね。幸いにこそにね、これがありがたいことね、みんなで、ね、めちゃくちゃ頭のいい子ばっかしで、ね、俺のところにやってくるもんでね。チラチラってね、チラッと病院って言われてね、まあまあ、ポンポーンとね、あ、それ、キュリアーみたいな感じでね、言っとったらね、三重大学合格しましたって言うの、マジで、よかった、行けてよかったって言って、俺のせい、俺の、俺の、俺の手柄ってことにしとこう、みたいな感じで、完全にその子の実力ですけどね、とかっていうのが、チラチラってあとね、意外とね、実は、受験実績は山田大学いいんですよ、山田神社いいんですよ、っていうことでね、やってますけどね、そんなことは、しれかつね、これ食べたら多分大丈夫。もうこれを選ぶっていうのはね、あれですからね、もう、かなり、パチにこだわった感じですからね、というか、ありますね、ということで。以上かな。これ VLOOKUP でやってから VLOOKUP。という以上になってます。まあ、ラインナップとしても、もう総菜のね、ところに特化してやってるところで完全の、まあ、寿司も扱ってるんでね、そこがね、ちょっと、四日市店ね、ちょっと、やっぱりな、例えば、1号館の四日市店の話に絞ってくるんですけど、そう、味よしさんがあって、昔はね、味よしさんがあって、横に何だったっけ、魚城さんだったっけな、桂さんとかだったっけな、水産もテナントで、テナントだったよね、水産が、魚屋さんがテナントで、惣菜が味よしさんって、まあ、両方ともテナントが入っとった時期があって、で、魚屋さんの方はお寿司は握ってなかったんですよ。
なもんで完全に住み分けができてたんですけど、魚が直営になったら、直営の寿司コーナーができたもんで、寿司コーナーが、よー見てみると、なんで鉄火巻きコーナーここにあって、ここに鉄火巻きコーナーがあるんやって、うんうんって見てみたら、こっち直営の鉄火巻きコーナーで、こっちがあっちゅうしの鉄火巻きコーナー。なるほどな、そうなったんだっていうね、いうのが、かれこれ5年ぐらい前の話でしたかね。それからはね、その共存してるような状態になってますんで、ちょっとね、売り場とかそのあたりね、ちょっと気をつけてもらって、有吉さんのやつ、有吉って書いてありますんでね、いうところで、まあ、有吉さんの本に言ってもらったら、多分大丈夫ですよ、ということでございますね、ということです。ようやくもね、受け継ぐことなんで、こういう感じでございます。ちょっと、ラインナップの方で見てみると、まあ、損耗する、シンプルですね。海鮮風巻き丼って言って、ハーフ、上風と巻きとかばーっとあって、ただ価格がね、そんなに高くないのね。上限1080の加減が540あるもんな。ということなんで、リーズナブルな感じにまとまってるんじゃないのってことでね、リストアップでしてみると、そうですね。上限1080って、イオンの10分の1ですからね。あ、そっか、ニュートラム1815あったから、今んとこ加減HIJT やろそうですね。セブンイレブンとかよもあれなんだ。ああ、そっか、あそこがある、はま寿司さんとかが確か安いのがあったけど、大手回転寿司店以外を除くと最安ですね。上限がね。上があれだけいい感じのやつでね。1080円ってかなり抑えてきてるのはね、実は相当リーズナブルにいってるので、これは結構応援したくなる価格ですよね。で、最低価格も540円ってことで、ハーフ円ってね、540ってことですから、ありな価格になってるんですよね。結構バリエーションとか考えても、実はちゃんとまとまっていい感じになってるんですよね。品目数は9。で、セット販売は1の、ハーフミニは3本セットでのラインナップってなってますか。これが店頭販売はまた別であるのかなというところは、まあ、他のところも全部含めていることですけどね。っていうの場合は、なんか、その、恵方巻きの単品とかもあるのかもしれません。っていうところですけど、まあ、よく言うとこんな感じになってますよということなんで、まあ、自己保管全体で見てみるとこんな感じ。だから、テナントで入ってるところだと、マルチューさんはね、寿司専門っていうのもあって、高めの設定のね、まあ、寿司専門店なんで、それ他の惣菜やってないですかねっていうのもありますけど、何とかっていうのもありますけど、まあ品目もしっかりと絞れとって、ちゃんと魅力的な商品をしっかりと、まあいろいろあっても、結局そんなにバリエーションあるからって言って、そのバリエーションの方に行く日本人って少ないですからね。うん。結局定番のもの買うじゃないですか。もう私もあんま人のこと言えた形じゃないんですけどね。うん。だいたい YouTuber で成功する人はそういう時に、すっげえ尖ったものをね、ポンと注文できる人がね、比較的成功するって言われますからね、っていうようなところとかありますけど、昔いましたね、周りの人で、回転寿司屋さんに行ってシーサラダしか食べないっていう人いましたね、伝説のね、昔、上司の人でいましたね。仕事中に、お、酔った、飯食いに行く、腹減った、飯食いに来る、仕事中ですよ。うん。いいや、腹減ったから、俺は飯を食いに行くんや、お、酔った、来い。いいって。おい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 って。おいおいおい、夜に二人抜けるんかい、とか思いながらね、残された人が、ふざけんなーって言いながらね、暇やでええやろ。忙しくなったら戻ってくるわ。いや、食いに行ったら絶対戻ってくるやんやろ、と思いながらね、食いに行って。昔の話なんてね。昔の話なんてね。うん。うん。あと違うわ。あの時、俺はもうちょうど仕事終わりやったんや。そう、8時までで、俺が朝から、朝8時から夜の8時までの12時間シフトで、終わるもんで、そしたら店長が腹減ったって言いだして、じゃあ終わりやったら一緒に食いに行こうぜってなって。寿司食いてって、何食いに行くんですかって、寿司食いてっていうか、じゃあ、飽きんど行きましょうかって言ったら、まあ、寿司のね、当時、だから昔、まだ飽きんど、あれ名前変わってたのかな。あとね、その人も、元々大阪の人でやっぱ、飽きんどって名前が結構染みついとって、飽きんど行こうか、言って、ああ、飽きんどありましたって言って、行って、うん、飽きんどの寿司が寿司なんや、ああ、まあ、美味しいですからね、って言って、行ってね。で、何食べるんですか？マグロにします？最初何します？マグロですか？テカとかにします？どうします？とかって聞いた。俺、魚食えへんねん。ちょっと、バカって言う。ズラーンって。
もうね、大阪の人がもうね、ボケやと思ってなんでやねんって言ったら、もう真面目に言っとるのに何言ってるんやって、そこまかで言うて、普段ボケボケやのにって、言うのがありましたけどね。っていうのがありますね。だから、15皿ぐらい、小さな5頼んどいて、小さな追加で5頼んどいて。すげえ、本当に小さなしか食えやんねん。この小さなが甘いねんって。試しに俺も食ってみたら、あ、確かにうまいな、って。あ、そう、その人が、あれや、小さなに、小さなに甘だれかけたらめっちゃうまいんや、って言うね。と思って、シーサラダに甘だれかけて、こんまいわってなって、それ以来シーサラダにも甘だれをかけるか、九州醤油でもいいんですけどね。はま寿司だったら九州醤油あるじゃないですか。甘口醤油あるでもいいんですけどね。そう、甘だれが合うんだなっていうのを、その時に知ったんでね。店長から学んだ唯一の 唯一じゃないけど。いや、他のところなんかも、ロックンとね、学んでもね、今のコンプラ的に使えねえとこばっかしでしたからね。まあ、すごい店長いたもんです。時効ですからね。まあ、いいね。いいでしょう。もう、昔の話です。すごい店長がいたんだ。あれ、ちゃんと退勤をしていったのかな？俺、退勤をしてるの見たことない。結構、ふんける。まあ、多分もしてると思うんですけどね。とか、多分引かれてると思います。あれ、あんな感じだったんでね。っていうのは置いといて。せんあいて、こんな感じですね。はい、ということでございます。っていうところになってますってことなんで、なんでそんな話になったとき、まあ、品目絞ってしっかりとやってるなっていうところで、ちゃんと魅力的なね、ところがちゃんと揃ってるのはすごいなというところでございましたね、というところでございますね。そう、あのね、ダメだ、15分くらいまとめないとまずいんだって。次何？V ドラッグね、V ドラッグ行って、V ドラッグの後なんか持って、あるわ、あるわ、めっちゃ品目あるところあったわ。よし、とりあえずこれ切らずまず、終わります。ご視聴ありがとうございました。